どうも、カーノンです。今回もですね、みんなでバトルやっていくんですけど、いやー、もうなんかしょっぱな一人用みたいなステージ来たんだけど、これいけるかな、俺。あー、やべ、頭貸して。メスキノコ。これどうなってんの、これ。あー、そういうことか。ちょ、ルイージ、お前邪魔だよ。どいてくれよ、ルイージ。お前、でかいままだと。メスキノコがめっちゃ邪魔がってんじゃん。これさ、結構急いでいかないと。ね、ふざけんなよ、これ。ゴール見えてなかったけどさ、ゴールそこにあるじゃん。おい、ルイージ、頑張りましょう。お前のせいや、見てみんな。ルイージ、やばすぎ。やばすぎ。ねえ、どんな気持ちなの今、君。さあ、1-3のなんとかビングザグラウンド。オッケー、頑張っていこうぜ。再現ステージなのかな1-3の。ぽいよね。さあ、え、1-3ってこんなのなの？ちょっと誰か一人やっとくか。1、5。いや、いい。ちょっと待って。これやばいな。待っとかなきゃいけないのか。結局俺最後じゃん。まあ。ルイージ早く。早く行ってほしい。これ、お前あんまり揺らしすぎたらさ、ちょっとマジで邪魔なんだけど。さあ、これは入っておいて。これさ、これさ、気をつけた方がいい。うん。これ多分出てくるのって、あれでしょ？難しい、これ。これめっちゃむずいって、これ。あー、これダメだ。ダメだよ、これは。これひどい。あれ、上にさ、キノコとかあったの？マジで？あるんだったら取り行った方が良さそうだけど。いや、これやばいとこに出る。これまあ、冷静にきゃ俺大事だと思うんだよね。掘っていって、まあ、ここは、どうしよう。一旦処理しよう。でね、ラグいいからやめて、それ、本当に。ね、ラグいいのマジでやめて、本当に。やめよう、ラグいなやめようぜ、マジで。これちょっと難しいとこに来ちゃったかね、ワンチャン。だよね。いや、なんか外のバイクうるせえけど、まあ、頑張っていこうぜ。バーってバーナーが出て、そして、これ避けれる俺、大丈夫。さ、バーナーが出て、終わって、さ、次ここか。これはまあ行ったんじゃない？もう冷静に。後ろのさ、ミサイルとかがさ、仲間が誘発し、なんで死んだ俺今。ケツが焼けちゃったよ、お前。ケツでかすぎ、キノピコ、マジで。ちょっとさ、ダイエットしようぜ、マジで。おい。ダイエットしようぜ、マジで。これさ、やっぱキノコは取った方がいいのかな？うん。キノコどこ？あ、上か一番。やっぱキノコは持ってった方がいいね。下行こう、持って。持って下行こう。これは冷静に、まあ、放出されるんだけど、ここはまあ、ご了承していいと思う、正直俺。これね、ご了承していいと思うんだ、俺。これはご了承で。オッケー。うまいゴリ押しプレイ！さすがでしょ、これ。鍵どこにあるので、ねえ。わかんない。何の鍵だったんだろう、あれ今。待って。あ、キノコは欲しい。あー、いや、出た！ワイワイ系だ！陽キャが出た！陽キャ！陽キャは、潰せ、マジで。陽キャは潰せ。キノコプリーズ！キノコがあれば負ける気がしない、陽キャには。陰キャでも、キノコがあれば勝てるんだよ。こう戻っていったとしましょうか。さあ、そして、オッケー、いきますか。キノコでゴリ押しできたらだいぶ楽だね、ほんとに。そして、ゴールお前ら頑張りましょう。いや、でも、このコースめっちゃ大変だった。バトルでこれってなると結構難しいね。しゃあさあ、アンポコで、プラー、わかんねえ。時間が足りねえ、マジで。これごときに。あー、なるほど、こういうコースか。誰か一人やっとくか。やっとこう、誰か一人。1。誰が死ぬ？誰が、これ、頭貸して。オッケー。じゃあ、ゆっくり行きますか。これ止まっちゃいけないんじゃない？これもしかして。あー！オッケー。これ止まらなくても意外といけるんだけど。さあ、これ気をつけていきたい。オッケー。これ持っとこうぜ、これ。ね。これ絶対持っといてがいいよね。ちょ、後ろに投げとこうぜ。あははは！ごめんなさい！これ2段、あ、ここら辺から行った方がいい。オッケー。うまい！あー！当たってないよ、今の！ねえ！当たってないよ、今のは。え、マジで？当たってたの今。本当に言ってる？これさ、気をつけないとね。オッケー、いけないんだけど。オッケー、来た。追いかけようぜ。これ怖いね。うん。さ、焦ったもんな、俺ちょっとね。うん。オッケー、なるほどね。そういう感じか。オッケー！ゴールは、あー！ S ランクの優勝！まあ、これ完全に俺のバチが当たったね。さあ、SSS で、マントマリオのママゴールで、みんなでバトルタグついてんね。マジか。俺さ、マントマリオさ、めっちゃ苦手なんだよね。難しいよね、滑空ね。
多分さ、このど、ハテナブロックから出ると思うんだけど、さ、どこから出るかなんだよ、問題。あー、そこが正解だったか。ちょ、協力しよう、キノコ。あ、キノコ。うわー、うわー、はい、おい、そういうとこやぞ、マジで。じゃあな、青キノコ。ふぅー、あ、やべ、これさ、あれだわ、どこだ、どこ、どっから行くやつ、これ。あ、オッケー、ここ入っていいのね。てかさ、出てくんじゃん、普通に。よし、だけ取っとこう。これさ、取っちゃいけないやつが多分あるよね。あー、オッケー、オッケー。先に行ってんだよな、これさ、もしかして上行くやつ、これもしかして。ぽいな、上行くやつっぽいね、これね。さ、ピーッと行って、これ乗っておいて、あー、これ大丈夫かな、これ。わかんねえけど。あれ？どこに行くんだろう？わかんねえ、わかんねえ、わかんねえ。わかんないけど、マリオが消えたってことはそういうことだよ。一応飛んどくんだけど、危ない危ない危ない。角位置をしといて、どこに出るかわかんないんすよね、マジで。ここら辺が終着点かな。あ、オッケーオッケーオッケー。見つけた見つけた。で、マリオが、言ってると思うんだけど、待って、これひどい嘘でしょ？あ、でも出てくんじゃん。オッケー。出てくる、出てくる、出てくる。じゃ、これはもう、あ、待って。これ俺もうゴールもらうわ。ああ。これ行かしてもらうわ！どうだ、お前ら！頑張りましょう！よかった、マリオが沼ってて。でも、もったいなくにハテナから出てきたじゃん。さあ、マリオ空中散歩の道。で、コインを125枚以上取ってからゴールと。で、みんなでバトルタックついてるね。最近さ、ストーリーみたいなコースとか、まあ、ストーリーの再現コースも増えてきたけど、だから条件付きコースとかで結構珍しくなってきたと思うんですよね。コインを、何枚だった ?125? オッケー。まあまあまあ、とりあえずゴールを目指しに行くっていう形がいいと思うから、危ない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 。俺もさ、アイテム欲しかったんだけど、やべ、沼ってる、それは。あ、やべ、これ落ちる。落ちる可能性ある。危ないね、沼ってるっていうか、これは沼る可能性全然あるわ。むずいね、普通に。なかなかむずいっすわ。125枚つったらどうなんだろうね。わかんないけど、でもとりあえず、これ持っといた方がいいと思う。ピッ。あ、待って。これは、焦らずに行った方がいい。でね、30枚ってかまだいいよ。まだいい、まだいい。あ、取って死んだんじゃないか。おい。命かけすぎやろ、コイン取るのに。とりあえず俺が目指すのは、ゴールなんだよ。あれ、ここら辺まだみんな未到達。来てないのかな、ここら辺は。あー、ピッ、ピッ、ポチ。うわ、待って！あー、行きすぎたー。そうか、みんなここで死んだのかな、もしかして。さあ、リベンジと行きましょうか。多分俺がここら辺で死んだよね。土管入るかどうかちょっと、まあまあ考え物だとして。いやー、俺完全にここ下手だったなー、マジで。あれ？あ、ここはまあ、安全地帯があんのか。落ちって。安全地帯があって。まあ問題はここだよね。あそこから幅飛びとかで行け、落ち。オッケー。完璧、今回は。今回はちょっと飛びすぎ。落ち。なるほどね。ピッ、ピッ、ポチ。あ、オッケーオッケーオッケー。これ、戻んなきゃいけない、どうしても。やばい。助けて、助けて、助けて。オッケー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 。これ戻って取らなきゃいけないんだけど、ピッ、ポチ。大変なんだよね。コインがね、集まるかどうかわかん、ピッ、ポチ。オッケー。完璧っすね。もうポチのタイミング完璧よ、マジで。うん。これはまあ、安全に行ったといい、安全に行けばいいとしまして、なんか、なんもなかったのかな ?125 枚でしょ。あ、あるじゃん、あるじゃん。どうなんだろう、これね。取ってみて、とりあえず。あー、達成した、達成した。オッケーオッケー。まあ、知らないことを意識するのがベストなんだろうな、これな。ピッ、ピッ、ピッ、ポチ、オッケー。まあ、死んだら元も子もないかったりするからな。ピッ、ピッ、ポチ、オッケーオッケーオッケー。オッケー、あとはルイージとの一騎打ちなんだけど、これ死んだらダメだから、ピッ、ポチ、オッケー。完璧っすね、今回は。これは、しっかりと、ピッ。オッケーオッケー、危ない危ない危ない。さあ、気をつけていきたいんだけど、幅跳び！うまーい！どうよ、ルイージー！ダッシュしてください。そして、頑張りましょう！地球で幅跳び結構強いね。いや、今回完璧じゃない？しゃあ！さあ、WOW3D スタッフ。オッケー、頑張っていこうぜ。最近、なんかみんなでバトルタグのコース結構増えてきたよね。みんな作ってくれてんのかな？オンオフスイッチあるじゃん、左に。あれ、どういう意味があるんだろうな。まあ、でもとりあえず、わけわかんねえから、終わって！やばいやばいやばい。あんまり敵に近づきて、なるほど。なるほどね。うわ、それ強い！待って、それダメだ！待って、お前ら！それはずるいだろ！このゴールしたくてもできない感じ。いや、ワンチャン頭借りればよかったなぁ。くっ